Okay. うん。A mic check. うん。本当の友達って何か自分ではよくわからなかったりしてるよ。本当のホーミーって何か自分ではよくわからない結論の中で頭いて明日まで病院の待合室で人間支援初めて来るよ。深夜緊急のインターホン鳴らしてる一人で都会すまた裏返すドクターのパソコンの裏に返すマジでプリンス。おう、そりゃ痛いに決まってるよ。こっちは痛みを我慢してきてる。ああ、ちょっとマジで勘弁してくれよ。一人にしか口を歩くティンバランドを引きずってる今日のシューゲーザー。すげえプレイヤーじゃないけど立ち返れば目を閉じる今日はレスナーを。いつかをわからないけど現実の境界線をまた今日変えて行けるところまで来た後は現実の中で社会的にエルザプロプス。勘違いする強さの連動と言動の中には笑顔でピースよ。いつものリスペクトでは足りないと親への感謝をする。4日目の朝考えるならこんな夜から耳を休めたくて不安定な夢の中で何回も結局は眠れなくて。明確なサブスタンスジョイディビジョンの歌詞をつかむ。弱くなってる場合じゃないことぐらい分かってるから強さをペンに。5日目の朝テレビをつけるならオランダエールディビンスベレービス。心だけはうまくまとまりのない不安定さ。つまんねえな、そんな日曜日の夜明けの中一人考える。生きる時間の中で無駄ではない無駄ではない時間にペース。時代は変化しても人間の心は清くありたいものだねと。時代は変化しても人間の心は清くありたいものだねと。毎日どこかで信じる忘れちゃいけない気持ちを常に持って。毎日どこかで信じる忘れちゃいけない気持ちは常にある。いや、僕がマサキオンザマイク。時間が全てを解決してくれるなら僕はその時間を信じるよ。時間が全てを解決してくれるなら僕はその時間を信じるよ。メールとかすげえ励みになったよ。ありがとう。いつかまたどっかで。